芥川龍之介雲の糸ある日のことでございますお釈迦様は極楽の蓮池のふちを一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色の髄からは 何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っているハスの葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。 この極楽の破水池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に ダタという男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿が本目に留まりました。このダタという男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。 と申しますのは、あるときこの男が、深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端を這ってゆくのが見えました。そこで神田タは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。 その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。とこう急に思い返してとうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は 地獄の様子をご覧になりながらこの神棚には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけのよいことをしたむくいにはできるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと翡翠のような色をしたハスの葉の上に 極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手におとりになって、玉のような白はすの間からはるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお,おろしなさいました。こちらは、 地獄の底の地の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神旗でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。 その上、あたりは墓のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかなため息ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。 ですからさすが大泥棒のンダタも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった河津のように、ただもがいてばかりおりました。ところがあるときのことでございます。何気なくンダタが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、 遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで一目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらするすると自分の上へ垂れてまいるではございませんか。神田たはこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登ってゆけば きっと地獄から抜け出せるのにそういございません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田タは早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、 一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、 とうとう神田たもくたびれてもうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこでしかたがございませんから、まずひと休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登ったかいがあって、さっきまで自分がいた地の池は、 今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。ンダタは両手を雲の糸に絡みながら ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた、閉めた、と笑いました。ところがふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ、 一心によじ登ってくるではございませんか。ンダタはこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、バカのように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。 自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。 そんなことがあったら大変でございます。がそういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよとはい上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。 今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田タは大きな声を出して。こら罪人どもこの雲の糸は俺のものだぞお前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとはめきました。その途端でございます。 今まで何ともなかった雲の糸が、急にダタのぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですからダタもたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ。 真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の縁に立って、 この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたがやがてンダタが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながらまたぶらぶらお歩きになり始めました自分ばかり地獄から抜け出そうとするンダタの無慈悲な心が そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様の御目から見るとあさましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことにはとんじゃくいたしません。その玉のような白い花は お釈迦様のおみやしのまわりにゆらゆらうてなをうごかして、そのまんなかにあるきんいろのずいからはなんともいえないよいにおいがたえまなくあたりへあふれております。ごくらくももうひるにちかくなったのでございましょう。